この動画では、数式処理システムマセマティカの起動方法について説明します。まず、Windows スタートメニューから、アルファベットの W で始まるウルフラムマセマティカのフォルダを探します。こちらにありますように、ウルハウマセマティカのフォルダを開いて、その中からウルハウマセマティカのアイコンをクリックします。これにより、マセマティカが起動します。マセマティカが無事起動すると、このようなウィンドウが表示されます。ここで、左上にあります新規のドキュメントの赤いボタンを押します。このようなウィンドウが表示されましたら、マセマティカの起動は完了です。ここで表示されたウィンドウは、マセマティカのノートブックと呼ばれ、この中で計算を行います。ノートブックは、必要な個数だけ作成したり、同時に開いたりすることができます。授業で提出するレポートは、今開いたものとは別のノートブックを学習管理システムマダバからダウンロードし、その中に作成します。